市の命令事件は1952年5月1日に東京の公共外苑で発生したデモ隊と警察部隊とが衝突した騒乱事件である。事件は一部の左翼団体が暴力革命準備の実践の一環として行ったものとみられている。戦後の学生運動で初の死者を出した。デモ隊によって転覆させられた自動車ボートと 警察官人 H 級による占領が解除されて3日後の1952年5月1日、第23回命令となったこの日の中央命令は、警察予備隊についての再軍備反対とともに、人民広場の解放を決議していた。大会は午前10時20分頃開会され、途中、全学連を中心として、人民広場への乱入を先導しようとする乱入者が相次いだものの、 午後0時10分に閉会し、同25分より、北部、東部、南部、中部、西部の各コースに分かれて、予定のデモ行進に移った。デモ行進の途上でも、人民広場への乱入を先導しようとする試みが、相次ぎ、一部のデモ隊は、当初のコースから外れて投石などを行ったほか、西部コース指導者は、人民広場への乱入を拒否したために暴行を受ける。 などの混乱が生じたものの、最終的には午後2時から4時にかけて、順次に予定の解散地点に到着し、解散した。しかし特に混乱が著しかった南部コースを中心として、ヒド公園で解散したデモ隊の一部は、その中の全学連と左翼系青年団隊員に先導され、朝鮮人、日雇い労務者らの市民をおよそ2500名がスクラムを組んで、 日比谷公園正門から出始めた。警視庁は会場や行進中には主催者の自主的統制に待つこととしていたが、5600名の部隊を編成して雑踏警備に当たっていたほか、各所員に1万名以上を待機させて即応体制を整えていた。日比谷交差点を通過して、無届けでも開始した群衆に対して、まず丸の内警察署長、 以下60名が制止したが、投石や竹あり、梱棒による攻撃を受け、13名の負傷者を出した。デモ隊は外国人の自動車19台に投石して、窓ガラスを次々に破壊しながら北上した。馬場崎門においては、第一方面予備隊と見た、東京水上、高輪の3警察署により470名の部隊が警備に当たっていたが、 方面予備隊の一部が拳銃及び若干の催涙弾を装備していた他は警棒を携帯しているのみであった。また、デモ隊は極めて先鋭的であったことから、周囲の一般通行人への被害も有料した方面予備隊長は、車道の警戒線を解き、デモ隊は、皇居前広場に流れ込んだ。乱入したデモ隊は、二重橋正面で警備に当たる。 丸の内警察署員及び増援の第一方面予備隊二個中隊に対して投石を開始した。岩井田町警備巡査発出所ではボックスが押し倒され、警察官は袋叩きにされて拳銃を奪われた。警察部隊は催涙弾を使用して鎮圧に当たり、午後3時頃には冒頭、を中央自動車道まで交代させ、睨み合いの状態となった。しかしこの頃、 桜門及び岩井田橋でも警戒線が突破されたことでボートは8000名に増加した。警察側も逐次に予備隊を配置転換して体制を強化したが、ボートとの攻防は激しく一部ではやむなく拳銃を使用した。この結果、ボートが混乱に陥ったことから警察側は体制を整えて一気に鎮圧を図り、午後3時40分までには、 ボートの大部分を広場街に排除した。しかし、広場街に排除されたボートはその後もしつこく攻撃を繰り返し、岩井田橋では第一方面予備隊の隊員4名が包囲され、格棒でランダの上で外線号に投げ込まれ、さらに投石を加えられた。また他の隊員4名も包囲されて同様の暴行を受けそうになり、拳銃の威嚇射撃で やっと難を逃れる状況であった。またこの他にも警察官への暴行が相次ぎ拳銃を奪われる例もあった。午後3時50分頃には桜門前堀端側に駐車されていた外国人自動車14台を転覆させて火を放ち炎上させたほか付近をサイドカーで通行していた交通台一階を取り囲んで暴行を加えサイドカーにも放火した。 その消火のため出動した消防隊も投石やオーダーを受けて13名が負傷、ホースも切り、破られた。これらのボートも午後4時頃には離散し始めたが、その後も有楽町巡査派出所が襲撃されたり、また一部は日戸公園に逃げ込んで投石を続けていた。皇居前広場、日比谷公園が平成を取り戻したのは午後6時過ぎのことであった。これらの騒動の結果、 デモ隊側は死者1名、重軽傷者約200名、警察側は負傷者832名を出す流血の惨事となった。当日は警察予備隊の出動も検討されていたが、一般警察力によって収集されたため、出動を命じられるには至らなかった。なお、この事件に出動した予備隊とは、警視庁予備隊のことであり、後の機動隊である。 警察予備隊のことではない。デモ隊からは1232名が逮捕され、うち261名が、相乗罪の適用を受け起訴された。裁判は、検察側と被告人側が鋭く対立したため、長期化し、1970年1月28日の東京地裁による一審判決は、 相乗罪の一部成立を言い渡したが、1972年11月21日の東京高裁による控訴審判決では、相乗罪の適用を破棄16名に暴力行為等の有罪判決を受けた他は無罪を言い渡し、検察側が上告を断念して確定した。国会では事件直後から事件の責任をめぐり、与野党間で激しい欧州があり、 6月には相次ぐ、騒乱事件の対処不手際や、破壊活動防止法案、集団自運動等の秩序保持に関する法律案の制定規定に反対する立場から衆議院で、木村徳太郎法務総裁の不信任案が提出されたが、否決された。なお、同時期に、白鳥事件、スイタ事件、大須事件、曙ケの事件や、中核自衛隊、 山村工作隊による事件など起こった。一方で、公安警察による菅生事件も起きた。事件発生の5ヶ月後に行われた総選挙で日本共産党は全議席を失った。同水準の議席数を回復したのは1970年代のことであった。ABC 第13回国会本会議において、木村徳太郎法務総裁より事件の外境 被害状況、その後の取締り及び背後関係に関する陳述がなされている、ハット ABCDEF k 市長市編さ委員会1978なお、国の拒否回答を不服とした提訴に対し、使用容認判決が出されており、許可申請があれば拒否できなかった政府は控訴していた。控訴審では、裁判中に使用予定日である5月1日を経過したことから、 原告の訴えの利益は失われたとして、原告敗訴の判決がなされた。警察の拳銃発砲によるものであるが、これは、デモ隊の襲撃によって事故、または、他人の生命、身体に対する急迫不正の侵害に対する、防衛のためなされたものと認められた。第13回国会本会議警察予備隊、担当国務大臣、大橋武夫答弁。 第13回国会会議録衆議院本会議第52号など、色川大吉、家中者の青春賞は自分氏、植木党の父、反戦総領、植木哲生とはありがとうございます。